アエロフロート機ネバ川富士着水事故は1963年に当時のソビエト連邦で発生した航空事故である。乗員乗客に死傷者は発生しなかった。1963年8月21日、アエロフロートソ連航空所属のツマイナス124はエストニアのタリンからモスクワへ向けて午前8時55分に離陸した。当機には 乗員7名と乗客45名が搭乗していた。離陸直後、機長は前足が完全に引っ込んでいないことに気づいた。出発した飛行場であるタリンは霧のため航空管制は低高度でレニングラードへダイバートするよう指示した。午前10時にレニングラード上空に到着した。同期は富士議事の火災の危険性を低減するために、 高度1650フィートで周回飛行し燃料を消費しようとした。また、レニングラードのプロコボ空港でも緊急着陸に備え準備していた。周回飛行は一周に約15分かかり、これを繰り返す間に乗員らは機内の衣装クローゼットから長い棒を取り外し、この棒で前輪をつくなどしてロック位置にしようと試みたが、うまくいかなかった。 午後12時10分に8回目の周回飛行を開始したが、空港まであと13マイルの地点で燃料切れのために第一、エンジンが停止、もう一つのエンジンもほどなく停止した。ちょうど聖イサーク大聖堂の上空を飛行していた時であった。コックピットクルーは最後の望みとして市内を流れる川幅300メートルのネバ川に不時着水することを決断した。 目撃者によれば事故機は、ネバ川上流に向かって飛行しながら降下し、リチェーニ橋の上空を高度300フィート以下で通り過ぎ、旋回後、ピョートル大帝橋を、その鉄骨構造の上空30メートル以下を通過、最後に、当時まだ建設中であったアレクサンドルネフスキー橋の先に着水し、川もにいた1898年製の蒸気、タグボートに危うく衝突するところで止まった。 タグボートの船長は、事故機のフロントガラスを破って操縦リにケーブルを縛り付け、事故機を川岸まで栄光した。事故機は浸水し始めていたが、栄光されている間乗客は客室に止まっていた。その後、乗客と乗員は屋根のアクセス用ハッチから脱出した。事故後35年以上が経過した1990年代後半に、ロシアのテレビ番組に出演した。 当時の副操縦士は、前輪を出すのに夢中になってしまい、プルコボ空港に着陸するための燃料に関して、これをすっかり忘れてしまった、と語った。ありがとうございます。